はい、どうも、楽しみご飯の時間ですよ。今日はね、しらすたっぷり、山椒たっぷりのしらすかけご飯です。どうぞ。承諾しました。なんて言っていいかわかんないから、承諾というか、ざっくりやります。はい、どうも、楽しみご飯の時間ですよ。今日はですね、しらすもたっぷりなんですよ。しらすもたっぷりで、山椒もたっぷりなんですよ。山椒もたっぷりで、もうなんて言っていいかわかんない。しらす、山椒たっぷり、しらすかけご飯なのかな。最後に生卵を真ん中にポトリと落としてのしらす山椒かけご飯でいいのかなです。本日もお手手を洗ってお水を飲んで始めていきます。今です、よろしくお願いいたします。これね、しらすめちゃめちゃ安かったんで、びっくりした。スーパーでね、見つけた時に、こんなにしらすいっぱい買ってんのに、こんなにって、あれ、いいんですか、いいのかなと思って、もうそれは買ってしかないでしょって、冷凍で保存してきました。で、後から入れてても、いただいて食べたんだけど、ちょっと残しといたやつが冷凍に保存してありましたから、これもね、合体でしょ、合体でしょ、合体したでしかない、あとって、やっぱり、あれ、曇っちゃった。あれ、ピントがおかしくなっちゃったね。ピントがおかしくなっちゃった。戻った。ごめんなさい、あれです。さっき入れたら、フォアジャオです、フォアジャオ。山椒です、花山椒って言うんでしょうか、フォアジャオね、ちょっとタコスの名前。わからない、ちゃんとした名前、わからないんですけども、ね、ミル式というか、引いてね、やるやつを入れて、入れてよかったの、ちょうどよかったですよ。最高で、もう一個の山椒の方は、うなぎの、大うなぎ大会の時かな、あの時、そうか、大うなぎの時買ってから、炊き込みご飯とかでも使ってて、最高だ、もう、山椒の具合がね、もう最高だよ。非常に美味しかったです。最高でしたよ。で、ごま油もね、入れてね。このごま油がまた良かったんだなぁ。もうね、ごま油もね、ちょっと強力ですよ。でもね、山椒と喧嘩しないよ。山椒とちょっとまみでもね、その3本も4本もじゃないですよ。ちょっとだけ、1個半。3本も4本じゃ、1個半ぐらいね、山椒の方が。前に出ておって。ごま油はね、それを下でしっかりとね、支えておくとね、非常に美味しい。もう素晴らしい出来上がりでした。これもね、僕の中ではね、人生最高のしらすかけご飯だったんじゃないかなって思っております。最高でした。今日ね、短いですけど、これそのまま食べてる動画ぶっ続けていきますんで、ぜひね、そのままご覧になっていただきたいと思うんですけどね、それではね、もう急に今も今おたむけに、あれ、美ら海水族館に行きたいな。美ら海水族館で行ったことないんですよ。美ら海水族館行ってみたいな、なんかすごいらしいね。昔ね、4番にはね、与論水族館っていうのがあってね、確か名前正式かどうかわかんないけど、ちびっこの子なんかはすごい、あれだったなぁ、もうびっくりするぐらいね、まあ、実際今どうなのかわかんない、今の目線で見たらどうなのかわかんないけど、ちびっこの時に見たらもうでっかい亀でね、もう自分の腕やら何やら全部噛みちぎって食べられるんじゃないか、飲み込まれるんじゃないかと思ってびっくりする、怖くなっちゃうぐらいの、でっかいもうガッパラ亀が、いたんです。赤ウミガメなのか青ウミガメなのか、ちょっと今となってわからないんですけども、ちびっこ目線のあれで、あのカメはでかかったな、すごかった。もうその頃から僕は水族館とか好きですよ。動物園もの大好き、子供大好き、もう動物水族館、ジンベエザメとかね、そうか、一番海水族館行ってみたいな急にだけどね、あのカメはでも本当に日本水族館のカメは本当でかかった。あんなガッパラカメはこんなでかくなるのかと、でもね、それはね、浦島太郎が乗るのもね、分かりますよと、これだったら浦島太郎100人乗っても大丈夫って、そのぐらいのあれなんじゃないか、もう出来上がるわ。だったんだけど、まあ、水族館とか動物園行きたいって話でしたら、どうなんですかね。そう、しらすもたっぷり、山椒もたっぷり、これめちゃめちゃ美味しかったですから、出来上がりです。このまま食べてる方の動画もぜひ続けて、よろしくお願いします。途中で卵を潰します。はい、どうもー、はい、楽しみ終盤の時間ですよ。ということで出来上がりました、こちらでございます。あんなしらす山椒しらす、たっぷり山盛りしらす、山盛り山椒しらす、山盛りしらすの山椒丼、山盛りしらすの山椒丼でいいでしょう。山盛りしらすの山椒丼いいんじゃないか、山盛りしらすの山椒丼でいい、たっぷりしらすの山椒丼、たっぷりしらすの山椒丼か、それでいいか、
香り、うん、いただきます。いい香りだ、いい香り、はあ、いい香りだ。最初から卵はいきません。下もちもちきびご飯です。下はああ、うん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 、いい、おいしい、最高じゃない。山椒、花椒と山椒両方入れておるし、焼き入れている、ごま油もちゃんと仕事してる、うん、うん、またもちきびご飯とも合う。吸ったやつ、うん、水式のやつ、あれね、だいぶ粗いのも出てきておって、ああいいね、うん、お、卵入ってきたから、どっか行きますね。よし、あー美しい、あー美しい、あーいいね、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 あーいいね、よし、うん、うん、これはまたいいな、うん、あーいいわ、うん、うん、あー美味しいね、あーこんだけ、こんだけ魚食べたら何匹食べてんだっちゅう話ですから、これは、もうザ健康食ですよ。卵も一個入ってるし、米だって、ただの米だけじゃなくて、ねえ、ねえってなんかちょっと。もち米も入ってる、このしらすは僕は勉強不足で、あ、前みたいな気がする、あれだけど、大きくなったら何になるんだろうね、いますか、何だったかな、
ほら、もうちょっと量減らして、量減らしたというか米との割合を抑えて、おにぎり、おにぎりなんか最高だろうね。もうもちろん生卵なしで、もちろん生卵なしで、おにぎりなんか最高だろうな。いやこれは相当いいよ。これで1年分ぐらい魚食べたことになりますよ。何匹かっていう話すれば1年じゃ効かんか、5年か。100や200じゃないでしょこれ。うん、山椒の量ほんとちょうどよかった。ああ、たっぷりしらすの山椒しらす丼かな。今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。また明日。